久保さん。確かにあれですね。FX 変わらないですね。今後もね。うん、株とか、F、FX とか株とか、まあ、結構変わんないじゃないですかね。相場の動きというか。なんか昔ね、あの株式で、あの株、株の式、式っていうなんか本が、分厚い本があって、その、この本だけで億万長者になりましたみたいな。いや、これ読んときゃいいよみたいな。<laughs> なんかそういう人がテレビに出てたんですけど。 まあ読み方でしょうね。どこどう見るのか分かんないですけど。<laughs> いや、これで億万長者になりました、みたいなね <laughs>。うん。まあ変わらないでしょうね、大したね。あの、動きっていうのは。結局その相場を動かしてるのって、ね、人ですからね。人の心理って大した変わらないんで。うん。ただ変わるとするならば、全部、まあでもな、どうなんだろうな。まあ今ね、ロボットとかも入ってますから、まあでも全員、全部がロボットになるってことは考えづらいな。うん まあ僕、僕とか久保さん生きてる時代ですよね。300年後だったらどうなんですかね。うん。まあ全部がロボット運用になったらどうなんだろうね。<laughs> まあそれは考えなくてもいいけど思いますけど。まあ今回はね、デジタルコンテンツですね。まあデジタルのデーにあれなんですけど。要はまあ、昔はその、なんだ。アナログ放送みたいなね。 ま、今の若い子ってアナログ放送知らないですよね。あの4.3。こういう感じの4.3のアナログ放送。ブラウン管テレビって今知らないと思うんですけど。ね、昔その、何年前ですかもう25年か30年前経ったのかななんかアナログ放送終了しますみたいなね。デジタル放送に切り替わりますってね。でその時ね、あの、シャープの亀山工場っていうかね、シャープの液晶テレビめちゃくちゃ売れたんですけどね。 開会需要で、ブワーっていう。だけど今、亀山工場って、ああ、だ、あんのかなみたいなね。<laughs> うん。まあ時代はもう、アナログからデジタルに変わってます。まあその、テレビの放送もね。で、まあ商品も、まあもちろんアナログの商品は、まあ、消えることはないと思うんですよ。そのラーメン屋さんとか、お寿司屋さんとか。ただ、デジタル商品を扱える、であるならば、扱った方がいいと思うんですよね。 僕はアナログの商品はもう扱わないですね。うん、アナログの商品で商いしようとは思わないですね。なんかニュースでやってたんですけども、なんかその今円安でその、なんか、要は輸入とかその、なんか、た、その、なんだ、原材料が高くなっちゃってるから、きついと。で、中小企業は、まあ、今月か、先月か、わかんないですけど、今季か、なんか、倒産率がまた上昇した、上回ったとかなんか出てましたけどね。 うん。だからそのなんか、しんどいっすよね。物仕入れて。で、ね、ね。まあ、今後もまた、なんか大豆がまた高くなってるから、その、なんか豆腐屋さんがで、なんか出てたんですけど、しんどいです、みたいな。うん。デジタル商品って関係ないですからね。腐らないし。うん。ずっと使えますから。どんな商売やるのか。 デジタルコンテンツを扱えるものをした方がいいと思うんですよね。うん。いってらっしゃい。